充電式なのでコンセント挿す必要がないんですね。めっちゃ汚いんですよ。窓に貼り付けるというかこう押し付けて電源ボタンを長押し。はい。もうね、貼り付けたらもう勝手に動き出してますね。噴射しながら、そこを拭いていく。でジグザグに動くみたいなね。巻き取りスイッチ。はい。電動です。どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、こちらを紹介レビューしていこうと思うんですけどね、白い四角い箱、これ何かっていうと、E って書いてありますけど、エコバックスの窓掃除ロボットなんですよ。あのエコバックスっていうのは、まあ中国のメーカーなんですけど、世界で一番のロボット掃除機のシェアを持っているメーカーで、うちのロボット掃除機もエコバックスなんですけど、まあ、最強です。世界最強のロボット掃除機メーカーと言っていいと思うんですけど、そこの窓掃除ロボットなんですよ。はい。でもうちょっとこれね、中身出しちゃってますけど、この本体と、はい、あとは、取説ですね。ウィンボット W2 オムニっていうやつですね。はい。まあ保証書とか取説が、ついてきます。はい。で今までのは収納ケースにロボット掃除機とか、配線とかが入ってるっていう感じだったんですけど、今回のはもうあの収納なんていうケースというか、根本的になんかちょっともうあの構造というか見た目が違うんですけど、まあこうね、取っ手がついてまして、まあ外からの見た目はまあこんな感じなんですけど、はい、ここにロボットの窓を拭くモップが収納できると、はい、で、コンセントはここに収納されていて、しかも、この紐が何かっていうと、まあ、いわゆる落下防止の紐、カラビナもついてまして、まあ、これによって、もし何かしらの原因でロボットが落ちるっていうことを防ぐためのものになる。天面に電源ボタンとコードのこれ巻き取りですね。それからなんかこう行ったり来たりマークがあって、ここ上げるとこう線が見えてるんですけど、この前蓋ががっつり開くようになってます。じゃあちょっと開けてみましょう。はい、こんにちは、出た。はい、ロボット登場です。で、ロボットは上からザコッと刺さってますんで、こう上に上げれば取り出せると。はい、こんな感じにロボット掃除機出てきたんですけど、この本体に線でつながってるんですよ。まあ、これ使うときはこうね、前を閉じてこれを窓にくっつけて、このね線がねギャーッと出てくるわけですよ。今までロボット掃除機ってその電源の線が都度本体から挿してっていうのが非常に面倒くさかったんですよね。だからそういう弱点を一気に解決してくれた。全部もうこれ持ち運べば大丈夫ですよっていうのがこの新しい窓掃除ロボットの特徴ですね。さあ、じゃあ肝心のこの窓掃除のロボットを見ていこうと思うんですけど、全モデルに引き続きここハンドルが合皮になってて非常に質感が高いね。で、凝った構造してます、こういう風にね。はい。でここが洗剤を入れるところです。専用の洗剤を入れます。ここがね、その洗剤がブシュッと吹き出すところなんですけど、ウォッシャーノズルみたいな3方向にね、ワイドにバッと出すね。はい。でそれが実は前後というか上下というかにあります。はい。で、裏を見るとなんですが、こういう構造になってますね。ここに中にファンがついてまして、要は、このファンでガラス面とこのロボット掃除機の間の空気を吸い出す、空気によって吸い付くっていう、そういう構造になってるわけですね。はい。でこのね、ゴムの何かが見えてますけど、これがまあ何ていうか、キャタピラというか、これがウィーンと回ることで走る、戻る、回転するっていう動きをやると、ウィーンと走ってで縁に当たるじゃないですか、サッシのところに。そうするとこうやって
スイッチ状にこうなってるんですよ。それによってここが窓の端っこだなっていうのを検知して、次の場所に移動するみたいな、そういう構造ですね。でね、自分はロボット掃除機もすでにかなり結構な台数レビューしてきてるんですけど、やっぱりねエコバックスは強い強いです。ここのメーカーさすがだなって思う強さ持ってます。で、じゃあ実際やってみようと思うんですけど、スマホアプリを使って操作するっていうね、そういったものになりますね。ではやってみましょう。はい、1個忘れてたんですけど、ここにね、実は洗剤までここに収納式になってました。はい、で、さっきのモップをこのようにマジックでペタッと貼り付けるだけです。はい、さっきのねここのところ、ここにこんな風に入れてあげるだけですね。アプリの方で操作できるわけなんですけども、ファームウェアをアップグレードしています。お待ちください。 すごく親切で、喋ったりとか、あとこのアプリ上で、初期設定どうしたらいいですよとかっていうのを全部言ってくれるんで非常に簡単です。で、今ちょうどファームウェア新しいのがあるということでインストールしてるわけですね。はい、ということでファームウェアの更新完了したんですけど、アプリ画面非常に分かりやすいですね。ウィンボットの使用テクニックね、こういう風に動きますよ、それともこういう風に動きますよ、選択できたりとか、あとヒント、どういう風に、置いて使ったらいいですよとか、例えばこれ今ね窓の下のところに置いてみたいなね、小さい窓、広い窓だったりとか、そういうことが書いてありますね。自分家の窓が大丈夫かどうかっていうのを見れば分かるようになっております。で、ここにはもう窓につけてくださいって出てるんですけど、それ以外に、リモートコントロールって言って手動でね、ここを動かすことで窓の上を走らせるということもできるようになってます。完全清掃、念入りに清掃、高速清掃、窓脇清掃っていう風に、何しろスピード命、もしくは何回も同じところをやって綺麗にしたいとか、そういう選択もできるようになってます。端っこ重点的にとかね。はい、さあ、ということで、自分のですね2階の自分の部屋に来ました。離れた方が分かりやすいですかね。こう窓ね、嘘みたいに汚いんですよ。難しいなこれな、窓の汚れ、こうか、分かりづらい、分かりづらいぞ。こうかな、ほらすごいでしょ、めっちゃ汚いんですよね。で、ここをちょっと今やろうと思うんですが、まずはですねモップを、濡らしてよく絞って取り付けると。はい、よいしょ、このようにですね、持ち運びがすごい便利なわけなんですよ。で、充電式なのでコンセント挿す必要がないんですね。エコバックスロボットをお選びいただきありがとうございます。はい、で、取り出す。そしたら、窓に貼り付けるというかこう押し付けて電源ボタンを長押し、しっかりと吸着して高速清掃モードを開始します。もうね、貼り付けたらもう勝手に動き出してますね。一応このコンセントというかね、この本体からある程度この線を伸ばしておくわけですね。そうこうしてる間にもうね、早いし音静かだなこれ。わー、分かりづれえな、すっげえ綺麗になってる。なんか旧モデルよりだいぶ静かじゃないこれ。でですね、ちょっと分かりづらいんですけど、入れた洗剤をビビュッとこうね、ほら噴射しながら、そこを拭いていく、でジグザグに動くみたいなね。はい、で、すげえ綺麗になりますよこれ。めっちゃ汚い窓だったんですけど、すごいね。
吸着力がひょっとしたら上がってるのかもしれないですね、音静かなのに。ちょっともう逆光で真っ暗ですけど、いや素晴らしい。はい、なので今これ2階の窓ですけど、これ人間がね自分でやろうと思うと身を乗り出してですよ、で届くとこしか拭けないんですよ。だけどこのロボット掃除機だったらもう全部きれいにしてくれると。で例えばその会社オフィスの窓だったりとか、それよりやっぱり高層マンションですよね、高層マンションの窓めっちゃ高いじゃないですか。とても人間ができるわけもない、そんなところもこいつがあればバッチリ綺麗に窓掃除してくれるっていうね。もう窓がね綺麗だとね気分いいですよね。あ、で言うの忘れてました、ちょっと今やってないんですけど、あれがもし何らかの原因で落ちてしまった、一応ねバッテリーマネジメントはあれが落っこちてしまわないようにちゃんと計算されてバッテリー残量残して動くんで、まあ、バッテリーなくなっても大丈夫なんですけど、何かしらの原因でこれが落ちてしまった、そしたらビビビってこう線が伸びて、でこの本体がガガってなっちゃうじゃないですか。なのでこいつに吸盤がついてるんですね、結構いかつい吸盤がついてる。でさらに安全用の紐もついていると。なのでまあ万に一つも落ちることはないんじゃないかなっていうね、そういった感じでございます。はい、ということでね、あんだけ見えていた汚れが全く見えない、すごい透明度になってくれてます、最高だな。おた清掃が完了しました。で高速清掃モードだと端っこが少し残ってるな、汚れがな。だここをこの枠重視とかしっかり清掃とかでやるとより綺麗になるっていうね、そんな感じです。素晴らしい。さあ終わったので外すんですが、またさっきのねハンドルのところを持って電源ボタン長押し、まもなく吸着を解除しますからウィンボットをしっかり持ってください。はい、っていう感じです。で、もうこのモップご覧いただくとわかると思うんですけど、すげえ汚れ取れてるのわかります？はい。なので、ちょっとこのモップをまあ外しまして、正直ね、今マックスレベルに窓汚かったんですけど、2面やって、まだ余力がモップありそうなぐらいでした。はい。で、使い終わったら、まあこの中も戻すわけですね。はい。で、こっからですよ。この巻き取りスイッチ、はい、電動です。ケーブルの巻き取りが間もなく完了します。次の使用のためにちょっとね充電してください。こうやってちょっとこう手を添えてあげた方がいいと思うんですけど、はい、ということで、はい、これで完了と。あとは次に備えてさっきも言った通り充電してあげるわけですね。素晴らしい。高速清掃モードに切り替えました。窓型清掃モードに切り替えました。ここはモード切り替えだったんですね。コンボモードに切り替えました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。エコバックスのウィンボット最新モデル、これは最強だわ。だってこのまま持ち運んでコンセントいらないですからね。素晴らしい。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。